そこで止まれ。ドロシー、サライ、リピア様、リピア様。暗黒騎士団所属の騎士、シャスター様の第一の部下、リピア・ザンケールさんです。なぜ勝手に人海へ行ったの？任務を拝命したのは私だと説明したはず。リピア様、ドロシーを怒らないで。ドロシーね、リピア様とシャスター様が。私とシャスター様が何？ご婚約をされたと聞きました。なるほど、ドロシーがしてきた無茶の理由がようやく全て分かった。この人のためだったのか。お二人がかねてから思い合っていたのは召喚も分かっておりました。敵地に和平の使者として行くなど、死にに行くようなものです。事実、召喚は死者の書状を手にしてから DIL に追跡されていたのか、詰め所で襲われました。仕方なかったの。ドロシーはサライにさよならしに来ただけなのに。 DIL が。ドロシー、そうであってもせめて相談くらい。あなたはこんな召喚にも優しくしてくれる方です。きっと一人で行ってしまう、それが分かっていました。人界にたどり着いた後、ベルクーリ殿の庇護を得られたので傷一つなくこうして戻れましたが、人界人との接触の方法が今回とまた一つ違えばどうなっていたか分かりません。死んでいた可能性もある。行くのはあなたじゃない、召喚であるべきでした。これは絶対です。シャスター様に手打ちにされても、今ここであなたに粛清されても構いません。召喚はあなたが今も無事でこうしてシャスター様のお膝元にいてくださることに何より安堵しています。この安堵のためにあなたからの信頼を裏切る背徳行為をいたしました。どうぞいかようにもしてください。そんな。リピア様、シャスター様がお待ちです。分かっています。人界の皆様、お見苦しいところをお見せしました。私は暗黒騎士第11位リピア・ザンケール。これより皆様をオブシディア城城下町へとご案内します。ドロシー、そう気を落とすな。無断の単独行動は確かに規律違反だが、団員の中では褒めてやるべきだという声も多いぞ。いえ、そんなことを言っていただく資格は。うん？何を言ってる。ああそうか、勘違いさせてすまない。違う、お前に温かな言葉をかけてやってるわけではない。シャスター様の懐刀であるリピア様を失うのは断としても痛い。だからお前が言ってよかったと言ってるんだ。お前なら死んでも悲しむ者もいない。おお、was ein Arschloch, Junge, den könnten wir da echt mal platt machen, oder? Was ein Penner. おい、ちょっと聞き捨てならないな。仲間に対してそれはないんじゃないか。仲間？こいつが？
確かに同じ団に所属している団員ではあるが、いやいや、こいつとは永遠に仲間にはなれない。あんた何なんだ、さっきから。キリト、いいんです。いや、よくないだろ。 Nein, du solltest dich da wirklich nicht einmischen. Das ist nicht gut. お前、自分が滞在の子供だってことを話してやってないの。 Oh, jetzt kommt's raus. じゃあ代わりに教えてやろう。こいつはな、人海人と暗黒海人との間に生まれた忌まわしき娘なんだよ。気持ち悪いよな。だが死者にはぴったりだ。暗黒界にも人界にも居場所がない、まがいものなんだから。おい、あと一言でもドロシーを貶めることを言ったら。ふん、どうするんだよ。今ここで俺を殴って交渉を台無しにする気か、和平の使者殿。Der Kerl ist eine ganz miese Ratte。リピア様が不審な目で見ていますよ。もういいでしょう。先に行ってください。ふん。ドロシー、大丈夫かい？皆さん、黙っててごめんなさい。怒っていますよね。それを知ってたら仲良くしなかったって。そんなわけないだろ。あ、jetzt wird aber hier ganz sauer。ドロシー、ちゃんと話そう。Du hörst also mehr zu uns, als du zugeben möchtest.10行がお待ちなので、右礼にして来てくださいねってことですよ。皆さん、商談ってのは見た目の印象も大事ですからね。海南。ではここでの拠点に私がご案内します。Willkommen in eurem neuen Zuhause. Lasst euer Gepäck einfach hier. Kaina, chotto ii ka? Doroshii no koto nan da kedo. Kanojo no go ryoushin no koto nitsuite wa go honnin kara kikareta hou ga ii deshou. Watashi kara iu no wa. Sore mo nan da ka? Ankoku kishidan no naka de.そのうまくいってないのか、滞在の子供って。キリトさん、私が言ったって言わないでくださいよ。私はお金さえもらえれば何でもいい人間なんで、相手が人族だろうがアジンだろうが気にしないんですが、ドロシーさんのことを汚れていると認識している人たちは多いです。お母様は元暗黒騎士団の騎士、しかもシャスターさんの盟友だった方でして、彼女に憧れているものは多かったそうです。そんな方が敵地の人海人の男と、というのも悪感情を生んで、時を経ても疎まれている要因になっています。ドロシーさんも暗黒界で育ったにしてはお優しすぎますからね。力では負けていなくても心で一歩引いている、そういうのを団員たちも感じ取って
こいつはいじめてもいいと思ってしまう。それで現状はああなわけです。守ってくれる奴はいないのか。庇護者がいないわけではないですよ。リピアさんとシャスターさんがそうです。二人のおそばにいるときは守られています。だからなおさらドロシーさんはリピアさんのために命を捨てる覚悟で人界へ行ったんでしょう。暗黒騎士団はシャスターさんのご意向に沿い和平賛同派ですが、全ての者が納得しているわけではありません。しかし強い者には従えが暗黒界です。シャスターさんには逆らえない。シャスターさんには逆らえない。Weil sie einfach nur miese Feiglinge sind. 半分人海人のドロシーさんにたまった不満をぶつける。先ほどの暗黒騎士さんたちの心理はこんなところでしょうね。そんなのあんまりだ。ドロシーがかわいそうだよ。ですがドロシーさんがドロシーさんである限り、この問題はずっとついて回ることですよ。人界にいたって同じことが起きるのでは。人界の者たちは暗黒騎士の彼女を恐れませんでしたか。半分は人界人だと知っても恐れは消えないでしょう。彼女はそういう存在なんです。でも和平が結べたらドロシーさんのような方は珍しくなくなるかもしれません。カイノ、さあ、あまり長く話してると内緒話をしてると思われます。我々も中に入りましょう。オブシディア城へ入れば和平会談でしばらく外に出られませんから、準備ができたらお声掛けください。Und Kirito, bist du bereit? Jimbi Bantanda, Annai Tanoyo. ベルクーリ、来たか。出迎えご苦労、暗黒騎士団団長殿。減らず口を。だが、うちの団員が世話になった。予定と違う人員を送ってしまったこと、まずは詫びよう。そして、その上で5体満足で返してくれたこともな。ドロシー、お前のしたことは規律違反だ。後でしっかりと償ってもらうぞ。承知しております。なあ、ドロシーに何か懲罰が与えられるなら一応こっち側の意見も聞いてくれないか。なんだお前は。人界の和平使節団の使者の一人、キリドだ。確かにドロシーは無茶が多かったかな。人界側にもそう言われては懲罰を増やすしかないな。でもその無茶は全部自分じゃない他の誰かのためだ。勝手に出て行った動機はまずあんたの幸せのためだ、うん、縛られて捕虜扱いを受けてもサライがいたせいもあってかじっと耐えていた。途中で本当に殺されるようなことがあっても黙って受け入れていたかもしれない。だって和平交渉に支障が出るだろう。キリト、俺たちがここに向かおうと思えたのも彼女のひたむきな思いがこもった答弁と
自分のことは顧みない紳士のあり方に心打たれてこそだ。確かに小娘ができたことをそちらはできないのかと啖呵を切られたときは、やってやろうじゃないかとまんまとその気にさせられた。あれは確かに聞いた。我々に囲まれて味方もいない状況でよく言えたものだ。強き信念を感じた。召喚はあの時は必死で、今はとても無礼だったと承知しております。ほらな、誰でもできることじゃない。無茶はしたけど死者はドロシーで正解だった。そこを結果論だと言われると辛いけど、あんたには覚えておいてほしい。俺もドロシーが死者だったから心動かされたよ。別にかばうわけじゃねえが、実際その通りだ。道中もよくしてくれたぜ。というか、お前婚約したんだってな。祝いの品くらい持ってくればよかった。この話はとりあえず終わりだ。城内を案内する。Ja, das gefällt ihm ja scheinbar gar nicht, ja, dass wir da Bescheid wissen. Hauptsache nochmal nachgetreten, geil. Kaka, Otaamure wa sono hen ni sareta hou ga yoi kato. Josei no home kotoba wa fuyoui ni iu mono dewa arimasen yo. Sa, minna mo ikimashou.皆さん、先に行っていてください。俺追いかける。みんな、後を任せてもいいか。ええ、我々が先に行って場を持たせておきます。彼女、泣いているように見えましたから声をかけてあげてください。うん、行ってあげて、キリト君。Oh je, die Arme. Doroshi, mitsukeda. Kirito. Doshite naite runda? Shoukan wa jibun ga nasake nai no desu. Shaster sama ya Ripia sama no o yaku ni tachitai no ni shippai ya karamari bakari.挙句の果てに敵である君たちにかばってもらって、きっとシャスター様は召喚のことを恥じたはず。召喚は何をしてもいつもダメで、誰かにとって恥ずかしくて目を背けたくなるような、そんな存在なんです。あのさ、一つだけ訂正したいんだけど、俺たち敵じゃないよな。旅の仲間だろ。ドロシー言ったじゃないか。召喚はそんな存在ではありません。仲間になどなれません。君たちにとっては敵で、この生まれ育った暗黒界ですら受け入れてもらえない、そういうはぐれ者の滞在の子供なんです。じゃあ過ごした時間はなかったことにするのか。一緒に野営したり戦ったりしてきたじゃないか。スイッチだってもう結構できるようになったよな。ドロシー、俺以外のみんなともよく話すようになってる。そういうのって仲間って言うんじゃないのか。
違うのか。少なくとも俺はそう思ってるよ。召喚は、召喚はダメな存在なのです。みんなが母さんと父さんの悪口を言うんです。恥ずかしいって。召喚は自分がダメじゃないところを証明したかった。二人の悪口を言われたくなかった。でも何をやっても何をやっても結局安心して息ができる場所は作れなくて、息ができない、息がうまくできないんです。泣くなよドロシー、そばにいるよ。仲間じゃないなんて言うなよ。キリッみんなドロシーのこと心配してたぞ。ドロシーがどんなに仲間じゃないって言っても、俺たち勝手に味方するからな。ことと態度がちぐはぐだもんな。君たちともっと仲良くなりたい。うん、それも分かってるよ。和平会談を成功させてさ、いろいろ言ってくるやつを黙らせてやろうぜ。は泣き止んでからだな。カタカッサ、友達だからな。キリト、vielen Dank Kirito. Aber jetzt ist alles wieder gut. War das peinlich?お恥ずかしいところをたくさんお見せしました。でも大丈夫です。キリトが、みんながいるから。うん、でも無理するなよ。辛くなったら言ってくれよな。それじゃみんなが待ってる大広間に向かおうか。シャスター、聞いたわ。あの滞在、無事だったらしいじゃない。よかった。Okay, die alte kann ich dir echt schon nicht leiden. どの口が言う？ DIL。お前がドロシーを追跡して死に至らしめる攻撃を仕掛けていたのは、すでに報告が上がっている。それが何？私は言ったはずよ、反対派だと。妨害はしないと言った覚えはないよ。詭弁はよせ。その名分にかこつけて、お前はドロシーを手に入れたかっただけだろ。あなたから差し出してくれてもいいのよ。命まで取らない。暗黒術の発展のためにも協力してほしいだけ。あの大罪の体はきっと素晴らしい実験の材料になる。考えただけでも恍惚としてしまうわ。
俺がその申し出に首を縦に振るとでも。ふざけるな。いかなることがあろうとも、俺の部下を苦痛に至らしめることは許さん。控えろ、DIL。今ここで俺に剣を抜かせることが、お前にとって得策ではないことくらいわかるな。そうね。この辺にしておいてあげるわ。